先生、お疲れ様です。いいや、梅雨だね。見事に降られちゃったよ。湿気もすごいし、髪の毛が気になる季節だよね。嫌になっちゃう。気を抜くとすぐボサついたり、エアセットしても崩れちゃったりさ。ね、言う割にはそんなに崩れてない？いや、まあ、そうですね。先生はそんなこと気にしないでいいの。ほら、小雨のうちに帰るよ。先生、お疲れ様。